を攻めて到達ということになります。ストレートアウトコース前のこのガルベス賞でした。ガルベスの頭ショート可愛い正解に捌いてツーアウト。まあ、情報的にはですね、初めて見る人ばっかりでしょうから、そういう意味では戸惑いってなんでしょう。そうですよね。ただ調子も悪いですよね。ベイスターズの方が調子も悪いし、まだその対抗策を講じてもいないとか、まだ講じられないというところじゃないでしょうか。ああ、なるほどね。まあ、ビデオとかそういったものは研究はしてると思うんですが、何しろドミニカ出身のこのガルベス、バッターボックスには石井が入っています。まあ、しかしガルベスというのは一見打ちやすそうな感じじゃないですか。だけど来た球は結構ね、ショートショートは頼んだんですかね。ね、レフト前ヒット、石井レフト前ヒット。結局今の球なんか落ちるんですよね。このところ2試合ヒットがなかった石井にレフト前ヒットが出ました。ツーアウトですがランナー1塁に石井です。バッターボックスには3番の鈴木が入っております。ブラックスの負傷欠場で鈴木にこの出番が回ってまいりました。ツーアウトランナー1塁です。まあ初めてですけどもね、やはりセンター返しせよというね、追っています。の盗塁数は今シーズン10個、リーグ第2位の数字です。スタートの構えだけ少しでいくと少し上昇ムード、2カード連続勝ち越してこの球にやってまいりました。一方のベイスターズは4カード連続1勝2敗負け越して、走られるのを恐れてますよね。あ、だからボールが先行する可能性があるから、よほど丁寧に攻撃しないとボールを打ってしまうことになりますから、初回にも一緒、相当にランナーを気にしているガルベス。ジャイアンツのリードわずかに1点です。回は3回の裏、ランナースタート、村田氏セカンドに成功成功。村田がちょっとしてスピードに乗ってヘッドスライディング、元木のタッチをかわして石井が素晴らしい盗塁を見せました。あ、かわいいですね、かわいい。頭の方を狙っていったんですが、タッチに行ったグラブは空を切っております。さて、ツーアウトランナーセカンドと場面が変わりました。続くのカウントはワンツーです。あー、ガルベス掴んだ。ガルベスがここは何とかしのぎました。